皆さんこんにちは。本日はズームトランジションについて解説していきたいと思います。早速ですけれども、こちらの2つの映像をズームトランジションでつなげていきたいと思います。まず1つ目の映像の一番後ろから4つ目あたりですね、4つ目、 1,2,3,4 左に4つ目あたりをカットします。カットはコマンド B ですね。コマンド B で、カットした映像の後ろ側の先頭ですね。後ろの先頭を選択していただいて、調整のところにキーフレームを打ちます。映像の先頭にキーフレームを打ちます。で、映像の一番後ろを選択していただいて、こちらを140にすると、映像が、ここが100からだんだん近づいていって140になるような感じになります。で、後ろの映像も同じように 1,2,3,4 4つ目あたりをコマンド B でカットします。で、先頭に持ってきて、映像のキーフレーム、調整のキーフレームですね。で、映像のまた後ろを選択するんですけど、下を押すと映像の一番最後に行きます。で、これを140に設定すると映像がこんな感じになりますね。もうこの時点で、ズームになってるんですけど、少し寂しいので、ズームのエフェクトを足していきたいと思います。ズームを打つと出てくるので、これをですね、ここのクリップに載せます。で、載せると、ズームが適用されるので、可変を0ですね、0にしてキーフレームで一番後ろに持ってきて、まあ、14ぐらいですかね。するとどんこう映像にズームの量がですね、どんどんかかっていくような形になります。こんな感じですね。で、同じように後ろのクリップにもズームを適用させていきます。これはダブルクリックすると適用されるので、ズームが来ましたね。同じように可変にしていただいて0でキーフレームで、また一番後ろは矢印の下で、まあだいたい14ぐらいですかね。そうするとズームの量がどんどん大きくなっていくという形です。で、これを、流していくとこんな感じですね。こんな感じですね。はい、以上になります。本日も動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。